実際のところ彼女と再会できる可能性はほぼないのだろうと思っていた。わけのわからない組織に誘拐され、どうにか脱出を試みるも無残に失敗し、後に救出された時あの子は死んだと聞かされた。それでも手を尽くし行方を探し続けたのは、一縷の望みに欠けるというよりはむしろ贖罪の意味合いの方が強かったのかもしれない。